はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時40分ですね。結局日経平均全場はプラス159で引けましたね。まあまあ悪くない。ドル円 148.03 と、やっぱりね、円安気味ですね。ちょっとだれてますけどね。香港はまだなんとかプラスですね。プラス50。はいはい。ドルウォン、ちょっと盛り返され気味ですね。1342と、いうことでですね、ちょっと弱いかな。行きましょう。本題はドイツでございまして、 JB プレスというメディア、これは昨日出ました記事ですね。実はマイナス成長、名目 GDP で日本を追い抜いたドイツが全然笑えないわけということで、サブタイトルで名目 GDP が膨らんだ最大の理由は物価高、成長要因がプラスの日本の方が健全という土田洋介さんがお書きになっている長い記事ですね。3つに要約してます。要約のところを読みますね。まず米ドル建て名目 GDP で日本を抜き世界第3位の経済大国になったドイツだが、名目 GDP が膨らんだ要因は物価高と為替要因で、経済成長自体はマイナスだ。これが1本目。2本目、ユーロ導入以降ドイツは輸出主導の経済成長を謳歌してきたが、高インフレに伴う、コスト増やエネルギー価格の高止まりを受けて輸出の国際競争力が低下していると。これ2本目ね。3本目、ドイツに抜かれた日本も円安に苦しんでいるが成長率自体はプラスと検討している。日本は今の円安を好機として今一度輸出競争力の向上に努めるべきだという、このそれが3本目ですね。ちょっと本文ちょろっといきましょうね。ドイツ連邦統計局は1月15日2023年の GDP 統計の速報値を発表した。早っ、中国並みやん。これによるとドイツの2023年の実質 GDP は前年比 0.3% 減と、コロナショックがあった2020年以来のマイナス成長となった。一方で名目 GDP は同 6.3% 増と、2022年 7.2% 増から勢いが鈍化したものの引き続き高い伸びである。この名目 GDP って素直にこの金額をピンピンピンと計算してったらですね、6.3% 増になっていると。で、実質というのは何かと言いますと、物価上昇率をここからですね、さっぴいたんですね、簡単に言えば。そうすると物価上昇率をさっぴいたらですね、実はマイナスやんということですね。これに先立ち国際通貨基金 IMF が2023年10月の世界経済見通しで、2023年におけるドイツの米ドル建て名目 GDP が日本を抜き、ドイツが世界3番目の経済大国になったと、その予測を発表していたと。日本は4位でございます、今。まあ、この後ずっと原稿続くんですけどね、実はですね、ドイツって人口が8000万ちょいのはずなんですね。日本は1億2000万でしょ。日本はですね、ドイツのですね、1.5 倍の人間がいるわけなんですね。で、あるのに GDP で抜かれたということは、すなわち1人当たりの GDP が日本はね、小さいということなんですね。3分の2しかないということなんです。あかっこ悪。ドイツ人の方がお金持ちだね、ほんまに。多分ね、今恐ろしい数のインバウンドが日本に来てるでしょ。で、ヨーロッパ系の方も結構多いでしょ。ヨーロッパ系の人って日本に来てね、どう思うかってね、安ーって思うんですよ。私も個人的に来月またですね、ヨーロッパから来る人間はですね、こう、何やかんやとお世話をしなあかんんですけど、もう彼らは本当にね、ニコニコしてますよ、日本に来たら。ちょっと悔しいですよね、日本は。まあでもね、お金でピーピーしてるよりね、こう、うわー、楽しいってやってもらってる方がね、まだね、いいですからね。さて、話を戻しましてですね。で、ドイツはですね、今、恐ろしく不況でございます。マイナス、実質 GDP がマイナスになるということは成長していない、むしろ減っているということですね。すごい不況なんですよ。で、その不況の原因は何かというとですね、エネルギー高なんですよ。で、なんでエネルギーが高いかと言いますと、それはウクライナ戦争なんですよ。なんでウクライナ戦争になるとエネルギーが高いかというとですね、ウクライナ戦争が起こったことによって、ロシアから安いガスが買えなくなったということですね。
最初はね、こう言ってたんですよ。ウクライナ戦争起こったら、当座もね、関係ないもんとか言いながらですね、ドイツはですね、ロシアの安いガスを買ってですね、ああ、あったかいあったかいってやったわけですけど、パイプラインが破壊をされてしまいましてですね、いまだに誰が破壊したかわかりません。それでガスの供給が止まりました。で、結果的にガスを買えなくなったんですね。買おうと思ったらですね、日本みたいにですね、船にですね、圧縮ガスにして、積み込んでるのは持ってこなあかんわけですよ。今、ドイツは主にアメリカから買ってるようでございますね。ロシアからあんまり買っていない。経済制裁でそういうことあんまりできないんですよ。でも、パイプラインが繋がってる間はね、もうこれ、毎日来てんのもしゃあないやとか言うと、わけわからんことを言いながらですね、ドイツは、ロシアのガスを買ってたんですよ。でだからロシアもですね、今ドイツに売らないでですね、インドや中国に売ってるというふうになっています。で、エネルギーだが高くなってですね、電気代が約2倍になったと言われてますね。一時5倍になるんちゃうかっていう話ありましたけど、電気代っていうのは全てのコストに反映されますからそうするとですね、コスト競争力、産業のコスト創業コスト競争力も削がれるということになっていきますね。で、実はですね、ドイツってね、輸出型って書いてありますけどね、どこに一番物売ってんねんって言ったら中国なんですよ。で、中国今あんなでしょ。だからですね、ドイツ車も売れないし、ドイツ製品もですね、中国で今、かんばしく売れていないという状態になってます。それも響いています。もう一つあるんです。難民。難民。難民をね、受け入れたんですよ。メルケル時代に。で、どっから来る難民かっていうと、主にアラブです。シリアです。シリアの難民を受け入れたんですね。その難民がですね、経済力になればいいんですけどね、労働力になって。そこまでまだ行っていない。お金がかかる一方ちゃうんかなと。となるとですね、経済にとっては負担ですね、難民が。難民の存在自体が。で、この今の苦境の元を作ったのはですね、メルケルというオバハンです。12年ぐらいですね、ドイツのトップだったんですね。このオバハンがですね、ええかっこしいの政策をいっぱいやったわけですね。原子力発電なんかやめるとかって言って、実際やめたんですよ。6基あった原子力発電全部停止にしたんですよ。で、電気足らへんやんって言ったらですね、お隣のフランスがですね、原子力発電大国なんですよ。そこから高いお金払って買ってるんです、電気。で、周りの国からも買ってるんです。火力発電で一緒やと。アホでしょ。ほんまに。それで、ウェルケルが無制限に難民を受け入れるんよ。それが人道主義や、とかって言うたわけですね。それで受け入れたんです。負担。で、今はそれにアップアップしてるという状況で、ちょっと前までね、ウクライナが始まる前ぐらいまではですね、ドイツ割合調子よかったんですね。割合朝食ですね、行ってたんですけども、ここのところだから急にガタガタガタと揺れてきましたね。で、この後ですね、ドイツの一番でかい産業は自動車産業ですけども、もうですね、EV への舵を切りかけて、今どうしようかなみたいになってるところですね。なんでですね、ちょっとしばらくはですね、病人やろうと、ヨーロッパの病人とまた言われるようになってるんちゃうかと。それに対して日本はですね、確かにドイツにですね、名目で追い抜かれました。ただしですね、これはですね、ドル換算なんで、1ドル100円の時に比べて、日本の GDP って150円ぐらいになると、3分の1は減ってしまうんですね。GDP が。それもあるんです、実は。実は。だから1ドル100円やったらですね、全然ドイツには抜かれていないと思います。これは為替がですね、なんでこう円安になっているかと言いますと、金融政策でございまして、一つ前のですね、日銀総裁の黒田のおっさんがですね、もう金利をゼロにしてですね、円安に導いたわけですね。で、金利をですね、ヨーロッパやアメリカと一緒ぐらいにしとくとですね、まあ大体ヨーロッパで4ぐらいかな、今、アメリカで 5.5 とかでしょ、にしていくとですね、また円高に戻ります。円高に戻った瞬間に今度はまた日本は3位に戻るということになりますね。まあだから4位になったからといってね、別に私たちの周りの暮らしがすぐに何か変わるわけでもないんですよ。ただ分かりやすい現象としてですね、
ドイツ人が日本にやってきたとき、安い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 、おいしい、安い、おいしい、ええ国、ええ国やって、こう、いいよるだけの話だってですね、ちょっとそこは悔しいかなと思いますけど、まあ、それくらいですね。あと、自分たちがですね、ヨーロッパに行ったとき、高、日本の3倍ぐらいするやんとかでって言わなあかんわけですよ。これも悔しいですね。だから私、ヨーロッパ行きません。なるべく行きません。はい、ということでございまして、この JB プレス読みかけたページのアドレスを一応貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。